すごい元気結果、まさかあのビリアンを無傷で倒すなんて。どうも、まあこれで次の試合に集中できるわ。本当だね、結構疲れてそうだし、休憩室で休んできなよ。私の試合が終わった頃くらいに起こすからさ。お願いしようかしら、それじゃあカナも試合頑張ってね。うん。お疲れ様、月花ちゃん。はく、もうスタンバイに入るの。うん、それにちゃんと月花ちゃんと話したかったから。どうしたの？すごく強いね、本当びっくり。だからまずは純粋に祝わせてほしい。おめでとう、月花ちゃん。でも次は敵になるかもしれないからね、お互いベストを尽くしましょう。そうだね、よければミエルちゃん呼ぶから癒してもらうといいよ。頑張ってオーラたくさん消費したからね。月花ちゃんのことだから、いろいろ隠してるのは理解してるし、あれがギリギリだって理解してるよ。さすが月花ちゃん、相変わらずポーカーフェイスが上手いよね。この子、どこまで見透かしてるの。隠すなら、私とは上手いから隠すべきだったね。私はそんな変化は見逃さないよ。あまり時空を舐めないことだね。そう、ならあさって期待しておくわ。負けないでね、ハクちゃん。もちろん。やっぱりピリピリしてる。もう、よく勇敢を出してる。ハクは私たちの中で一番負けてきたからこそ勝ちや勝利への執着が高い。それはわかってるんだけど。あ、いたいた。ほら、今日戦うわけじゃないのに仲間内でピリピリしない？とりあえずみんなお昼ご飯食べて、今から私とミーちゃんはパトたちのところに行かないとだから。ありがとう。それにしてもなんでミエルちゃん疲れてるの？気にしないで、ちょっとおかしテロに遭遇しただけだから。もう、ひどいな、まるで私をテロリストみたいに。自覚あるならやめてほしかったかな。二人ともありがとう、ソフィアも私の次が試合なんだからもうここにいなよ。わかってるよ、それにこっちの方が空調効いて世界的だし。あと、ミエルちゃんもできればこっちにいてほしいんだ。みんなの手当てをここの選手控室でやってほしいんだけど。わかったよ、とりあえずお弁当渡してきたら月花ちゃんの手当てをすればいい。かなり消耗してるし。ほらー、リラックスー、怖い顔しないのー。ソフィアちゃん、わかったからやめて。もう威嚇しない。しないよ、しないからー。ならよし、月下も疲れてるんだから変に気を使わせないの、まったく。はい、まだ試合開始まで時間あるんだからご飯食べる。ねえ、なんでリンゴ一個。私のご飯代で消えたからだよ。ソフィアちゃんのバカー。それで月下はミーちゃんの治療でも受けてて、そんなにオーラ消耗してたら大怪我してるのと変わらないよ、まったく。ソフィアちゃんありがとう、お言葉に甘えさせてもらうわ。ほら、早くリンゴ食べて。せめて切ってほしい。大丈夫、減るな。シェーン、次あなたの試合なのにこんなところにいていいの？うん、様子見ておかないとなって思って。そう？期待外れだったかしら。そんなことないよ。ヘルナもラディもすっごく強い。ただ相手がそれ以上に強かっただけ。自己嫌悪に浸る必要はないんだよ。むしろよく自分を倒したって褒めてあげようよ、ラディみたいにさ。そうね、それに彼、今年度の地球防衛軍試験に応募するみたいだしね。そうなんだ、それはぜひ選抜合格を狙ってほしいね。一般合格だと副隊長、隊長まで出世できないからね。それよりシェーン、今回のあなたなら優勝狙えるんじゃないの？その目も、その能力も、今回の大会なら遠慮せずに出すことができるじゃない？そうかもね、でも私の半物質だって無限じゃないよ。現にバハート隊長には私がガス欠になるまで追い込まれて負けたし。そもそも私だって半物質は耐性があるだけで、有毒なのは間違いない。ボーダーラインを超えたら私だって危ないんだよ。でも、もう相手の死を意識する必要はない。それだけでも全然違うと思うけどね。シェーン、あなたは副隊長の中でも一番強いの。もっと言えば現隊長の6人でもおそらく何人かには勝てると思うわ。能力だけじゃない？体術やオーラ技術だって優秀。今年度は本気で狙ってみなさいよ。頑張るよ。ありがとうね、ヘルナ。明日からはゆっくり休んで、疲れたでしょう。そうね、応援してるわ、シェーン。あの子の脳裏に引っかかってるトラウマさえ克服すれば、もっとあの子は化けると思うんだけど、人はそう簡単にはできてないのよね。私もそうだけど。さあ、大波乱続きの1回戦、続く第4試合。この試合はなんと予選突破最速記録保持者が登場。その時間なんと 0.5 秒。おそらく相手は時間系能力者、時間操作で優位に立っているとうぬぼれてるならすぐにそんな甘い認識を壊してあげるよ。では、選手の入場。まず入場してきたのは、ハフ選手、予選最速記録保持者として期待は大きい。そしてその実力も今ここで明かされる。筋肉がうずくぜ。そして次に現れたのは今大会の司会をも務める大会のランカー。シェーン選手、成績は3度大会に出場し、そのうち2度はベスト8常連、実力も能力も頭一つ抜けている彼女は今回どこまで勝ち進むのか。結局ハクは半物質対策はできたの。
はい、とりあえず4つの策を言ってます。それでもダメならそっちですかね。そっち、チェーンさんってそんなに強いの？反物質は本来そこにあるだけでも危険な物質なんでしょ？そうですね、ですが別に理解してしまえば大したことはないですよ。その理解が不可能レベルって話じゃないの？ダメよパト、私たちをバカ基準でメリアちゃんと話したら何言われるかわからないわ。さあ、悪党みたいに言わないでくださいよ、もう。それでは1回戦第4試合、チェーン戦時代白戦士、試合開始。余計なことはさせない、一瞬で終わらせる。やつかほらえ、人形。反物質がどんなにすごくても時を止めたら関係ないでしょ。どんなに強くても時間という概念の中で生きてる人が私に勝つなんて不可能なんだよ。ならそっちは時間を止めないとろくに戦うこともできない臆病者ってことかな、白さん。やっぱりメリアさんの言う通り、時間の概念超えてきた。わざわざ距離を空けた。かなり反物質を警戒してるみたいだね。彼女は剣と時を使う。一瞬の判断が命取りになることを常に頭の隅に置いておかないと。まず一つ目の策は結果、まあこれはメリアさんも突破される可能性が高いって言ってたし、想定内。そして私の武器、これも的が大きい分反物質とは相性が最悪、だからスタイルをこっちも変えていく。翻弄してあげる、白銀の竜の見技でね。位置を縮めてスピード勝負、わかりやすい。消えた。後ろ。わからなかった。まさか私の反物質の使用限度を理解してる。空間支配。ローエルマン転落。切りつぶせ。何がスピード勝負だ、私のバカ、これはスピードじゃない。破壊力勝負だ、相手は私の反物質相手に質問勝負を仕掛けてきた。はい、せっか、たこ焼き、まだ5パックあるからどんどん食べてね。うん、私たこ焼き好きだからどんどん食べるわ。メリア、どうしたの？いえ、よくよく考えたら私たこ焼き食べるの初めてだなーと思いまして。メリアちゃんって食材はこだわるタイプ？そうですね、理想はそうですけど、理想の品質が手に入るのはなかなかありませんからね。なんか、専属品を決めるときと似てるんだな。いろんな見つけて食べちゃおうって、やらしいわね、この変態。言ってないし。でも美味しくいただいてるじゃない。誤解されるような言い方はやめろい。はあ、いつかは月下お姉ちゃんも手に入れてしまいどんとかするんだ。この勢力魔人？それ自分で言ってて恥ずかしくないの？あとこそ、姉妹丼を。せっかと月下、ふふ、まさに節月下だな。バカ抜かすんでしょ、この勢力悪大感。ちょっと、食事中は静かに、あとこんなところでそんな話をしないでください。だからといえばメリアちゃんが、勝手に暴走したのは月下だよ。です。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。